お疲れ様です、すすす7月17月日日水曜朝、えー、朝の相場解説になります、えー、朝6時ですねでね昨日はね、随分と利益を取るチャンスがあったわけで、えー、大きく利確ができた方もいるんじゃないかなと、少なくとも30とかね、多い人では60ピップスぐらい取れたかもしれません。まあ、そんな日のあとですから、まあ、反動が来ることも考えられますんでね。今日は日は昨のの状態ままんま この値動きが上向きにどんどんなっていけば、それを狙って取っていきたいなというところですね。はい。冷やしの方ですけども、大きく下に向かった陰線の流れ。こちらの方はとりあえず止まったかなと。要するに、解任の効果はここで終わったとっいうところですね。下髭も十分出てますし、その後で陽線が出てますから、まあ、ここでだいぶ落ち着いたかなと。157円台を抜けて、158円台に入りました。で、158円を上回ったら、 バイでエントリーしましょうねってのはね、おとといも昨日も声をかけていたところなんで、狙いやすかったんじゃないかなと思います。で、多少落ち着いて158円の303の方に、今現在の価格は来ているかなってところです。こっからね、昨日みたいに40とか50とか60のあたりにぐいぐいと上がっていけば、リーを取るチャンスが今日は生まれますよってことなんで、そこを狙っていきたいなっていうところですね。はい、じゃあ4時間の方です。4時間ですけども、一旦、 反動で上に上がったものがね下がってきてここでダブルボトンをヒゲ先で作っていますその後ここを抜けてヒゲ先が出たんですけども急速に上の方に戻って昨日のここが利益株になってるわけですよねで1時間軸が上昇に持っていったつまり移動平均線の上に出ていったんですけどもやっぱり支配なみたる4時間の力が強くって今ねこの 赤い移動平均線にに跳ね返って下に戻ってきてて下戻きるところなんでですよでここでもう一突き上げあると今度はこの青い移動平均線を越えられるかどうかっていうところになってきます越えたら今度は一日足を動かすエネルギーになるというふうに見えるわけですよねなかなかだから今日はねあの分水例の日になると思いますよはいで一旦移動平均線の上に出た移動えローソク足ですけども下に下がって もう1回上上に跳ね上げられましたここまでは上昇トレンドを形作ってるっていう風な期待が高まったところなんですけども陰線が随分ね続いてます小さいながらもまあ、ですんでこれはねもしかしたら移動平均線と絡んでいって横ばいに向かっていくのかもしれませんですんでこれがもう一回ね何らかのきっかけを持って移動平均線の上に乗っかってくれば まあ、上昇トレンドを作る可能性があります。その時に大事なのは、158.740を超えたら完全に移動平均線、ああ、えっと、上昇トレンドを作るとも言えるんですけども、そうじゃない限りは、緩やかな横ばいが、まあ、続いていくっていうふうに見えるかなってことです。ここい大体60ピップスの上下ですね。だから今日は基本方針として、このレンジを扱っていくこと、その中で上に抜けていったら、 まあ、倍でエントリーすることに切り替えていく。こんな感じですね、えー。今日お話したことは、今日一日のうちに起きるかどうかわかりません。今日と明日二日間、もしくは今日、明日、明後日のと三日間で、ここをシナリオ通りに値段がね、動いてくれるかどうかっていうところを見ていくようになるかもしれませんね。もちろん途中で変更があったりすると、今お話した計画は台無しになるわけですけども、それも受け入れながら進めていくことになると思います。それでは残り三日間のうち初日、一日目ですね。 え今日は水曜日単体であるというよりも、水木ぐらいが連動しているというふうに考えた方がよろしいかと思います。それではまた午後にでもお会いしましょう。